11.14U17W 杯 GL 第2節 U から17日本 U17 アルゼンチン FIFAU17 ワールドカップインドネシア2023は14日グループリーグ第2節を開催しグループ D に入る U から17日本代表は U17 アルゼンチン代表と対戦するキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された写真 DF 谷口翔吾の見た目の変化にファン反応 5度見したわら、かっこよ、11日の初戦ポーランド戦で1対0の勝利を収め、白星スタートを切った日本は同試合から先発5人を変更。FW 道脇豊、熊本、FW 高岡礼曹、日照学園校、MF 佐藤龍之介、FC 東京、MF 山本上位、東京 v ユース BF 柴田翔太郎、川崎 FU18、 ラガスターティングメンバーに名を連ねた。なお、アルゼンチンは第一節でセネガルに1対2で敗れており、後がない状況で日本戦を迎える。また、同会場で行われている同グループのセネガル対ポーランドは悪天候の影響で一時中断。後半20分の時点でセネガルが3対0とリードしている。U から17日本代表、先発ゴールキーパー1号とを渡る。 FC 東京 U18、DF3 小杉啓太、湘南 U18、DF4 土屋海大、川崎 FU18、DF5 本田光太郎、湘南 U18、DF17 柴田翔太郎、川崎 FU18、MF6 山本武井、東京 V ユース、MF7 中島陽太郎、広島ユース、MF10 佐藤龍之介、FC 東京、 MF13 吉永夢木上村学園校 FW9 道脇豊熊本 FW11 高岡霊奏日照学園校控え GK12 艦林大生、山形ユース GK21 キサノアレクサンドレコート堀尾名古屋 U18 DF2 松本春香鹿島ユース DF18 長野修都 FC 東京 U18 DF19 伏せ勝間日大藤沢校 MF8 矢田龍之介。清水ユース。MF20 河村学と。東京 V ユース。FW14 縄田学。上村学園校。FW15 徳田誉れ。鹿島ユース。FW16 井上めぐみミス。広島ユース。監督森山義郎